SF です。おはようございます。今さあ、ネットの YouTube とかね、ニュース系統でも自民党の総裁選がさ、だいぶ取り上げられてるけどさ、自民党になったとしてもね、党首がね、自民党、結局さ、給付金も期待できんし、減税も、消費減税もね、減税どころか撤廃か、撤廃を望んどるけど、やってくれんだよね。誰が、なっても俺には、関係ないけども、なんかね、その反面さ、野党ね、消費税を減税するって言っとる野党の話題性とさ、周りのね、自分が生活しとる身の回りのね、市民っていうかさ、周りの人んた、自分の一緒に働いとるとか、周りの人間ね、暮らしとる人んた、機運の高まりっていうかさ、これから選挙があるっていうことに対しての、消費税を下げれるっていう唯一のチャンスに近いと思うんだけども、こう弾劾立ててね、こう衆議院選挙があって、参議院選挙があってって言って、こう議席がだんだん変わってって、私たちのさ、消費税とかこう政治が変わってくっていう流れやろうな。すぐに変わらんってのはもう本当に苦しいけども、なんかね、そういう選挙があるっていう唯一のさ、決戦なんやね、その明暗を分けるっていうか、あんまりね、雰囲気が高まってないっていうか、もう半分さ、もうどうでもいいっていう人んたが今まで通り多いんかな。俺は選挙にすごい期待しとるってのと、あとこうさ、自民党のことばっか言うっていうのがね、そら不利やね。全然政治に興味ないっていう人がさ、まあ、例えば選挙行ってさ、政党、自民党しか知らないって言ったら、自民党に投票するパターンがあるっていうかね、他の政党知らないもんって言って今までやってきた政党に丸つければいいんじゃないのみたいな、ちょっと心配しとるっていうかね。あとはもうそもそもね、完全に周りの人のたっていうかさ、まあ、世の中の大きくね、大きく国民の人のたがもう諦めちゃっとってね、消費税とか減税してとか政治に参加するとかね、政治に意識を持つとかっていう、もう根本からもう、なんていうかな、期待も持ってないし、諦めを持っとるっていうパターンやったらさ、もう政治に期待なんかしとらんで、自分の給料を、月給ね、30万以上稼ぎ出したらそれで生きていけれるで、それでいいっていう考え方の人ってもう当然おると思うよ。もうそもそも政治なんかに一から期待しとらんで、選挙意識もないし、政治参加にも興味がないという。まあ確かにその能力がある人んたはね、月収30万以上稼ぎ出すっていう人も自分の自力の力だけでね、おるかもしれんけども、みんながそこまで月収30万以上稼げるっていう努力よりも、俺はさ、よりみんなが、それは一人だけやんか。その、己の努力で己が勝ち上がった努力で月収30万円以上やんか。でも政治ってさ、みんなが、助かる道なんよ。一人だけが、それはさ、自分の己の努力で助かりゃ、それは一人だけが助かったっていうだけの話やもんでね。そりゃ消費税減税なり、消費税がなくなればね、もう日本国民全員が対象なんやから、助かる人間の量が違うでしょっていうさ、プラスアルファ、俺個人の話にもなるけど、俺がさ、今の給料からさ、足らん分、
月収30万超えようと思ったら10万以上やな、十何万プラスアルファやな、月々その稼ぎ出す能力が伸びしろがと比較した時にね、政治に期待した方が俺は生活が楽になる伸びしろの方が利益率っていうかさ高いやわね。ビジネスってさ、その売り上げだかじゃないもんね。手元に残るお金って純利益やからさ、売り上げ上がってますって言ってもさ、その中をひも解いたらね、すげえ利益の薄い多倍のね仕事をやっとるっていうかさ、可能性もあるやん。売り上げを上げるのは結構さ難しくないっていうか、利益を出すことは難しいんだけど、売れば売るほどさ、採算度外視して赤字になるっていう商品を作り出せばさ、そりゃ売れば売るほどお客さんはメリットあって自分にはデメリットがあるんやでね。売れば売るほど赤字になるっていう商品を作り出して世に提供すればね、それはお客さんは喜ぶけど自分は苦労するわね。で、売り上げは上がるけどさ、全然利益にもならんっていうか赤字が残るだけっていうかさ。あとはこうね、一つのお店屋さんとか分からんけどビジネスやっとる人んだもんね、売り上げが上がってもそれにさ、材料費なりさ、設備投資費なり人件費なり送料なりね、分からんけども、どんなビジネスしとるか分からんけども、引かれるものがあるやん。その売り上げが上がったとしてもさ、そうやって売り上げて売り上げただけのお金やからさ、そっからどん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 引かれていくっていうか削れるじゃんね。で、純利益でさ、本当のさ、いろんなものさっぴいた手元のお金が残らんとさ、食っていけんわけやん。その手元に残ったお金で食っていくっていうかさ、それをするのにさ、妨げる消費税なんかもうそもそもない方がいいっていうかね。それがないだけでどんだけさ、いろんなものをさ消費をしようとかね、買おうとか、本当にビジネスがやりやすくなるっていうかさ、邪魔なだけっていうか、そういうそのチャンスがさ、俺は衆議院選挙やと思うよ。消費税減税なり撤廃なりに向けて動き出せるね、唯一のチャンスが選挙やと思っとるけど、まあ盛り上がってねえっていうかさ、何を周りの人にた、もう意識が高い人はすげえなんていうかな、政治に意識が高いでね、自分に限らずいろんなところで選挙に向けて動いとる人たはおるけど、一部が意識が高くて一部がめちゃめちゃ選挙が低いっていうのがもう今までの恒例っていうかさ、このパターンの流れがどう変わるかっていうか、高まってほしいっていうかね。選挙は選挙やって、さ、ワールドカップとかもし仮にあったらさ、この選手はどういう選手とかさ、攻撃的なのかとかさ、ポジションがどうとか、この選手の能力はどうとかってみんな言うやん。で、どこぞの夫人はそのセンターバックがどうとかってよう調べて言うやん。それと同じじゃねえのかっていうかさ、政治もこの選手はこういう考えを持っとって、こういうところが強いとか、フィジカルが強いとか、なんか突破力があるとか、どうのこうのって、サッカーもさ、政治も変わらんと思うよ。この選手はどうやってのサッカーが言うだけで、政治もこの政治家がこういう考えを持っとるって、まあ、そういうちゃんとした解説してくれとるけどさ、じゃあ、その、なんていうの？政治の党首なりさ、なんやろうな、政党なりはちょっと大きくざっくりは言うけどさ、
今政治をやっとる人間、政治家一人一人にね、あの顔も知らんぞっていう政治家いっぱいおるわけよ。うん、この人はこうやって、まあ、解説しきれんっていうか、時間が異常に長くなるで解説しきれんっていうところもあるんやろうけど、動画を作ってる人だもん。でも割とさ、ワールドカップとかやったらそうやって言うやん。これが無名の選手が今期待の星とか、うんちゃらかんちゃらとかって。それと俺は政治も一緒やと思うんやけどさ、今、テレビ見てないもんで俺も悪いけどね。そういうのが全然ね、あのワールドカップになったら自然と盛り上がるやん。政治も一緒に選挙になりゃそうやって盛り上がるんじゃないのって俺は思うけど、盛り上がっとらんな盛り上がっとらんな。うん、でね、この前は何にも変わりませんとか、さ、増税一本やでねとかっていう社会でさ、増税は、社会度を支えるための財源ですとかって言ってさ、まあみんなしゃあないとかって言うけど、そんな、社会保障費に使われてないでね。うん、国債の返済と、中抜きはわからんけども、しとるかわからんけども、国債の返済に使われとるな。うん、大半が。増税した分のお金は、国債の返済に使われただけやな。通貨の信用を保つための国債の返済に使われて、社会保障費が良くなったってことはないでしょ。減税、社会保障費のあれやな、財源に使われてるけど、それは何割かやでな。あかん、これはちょっとうまく勉強不足でね、話せんけども、増税したところで私たちの暮らしはね、苦しくなることはあってもね、良くなることはね、俺はないとは思うけども、これは話をね、もう一回話しきれてない。これも勉強不足やけども、とりあえずなんていうかな、世の中のこう盛り上がりとかね、選挙に向けての機運の高まりってのがさ、感じられんで、本当になんか、なんとかね、自分がさ、なんていうかな、俺、どこの政党でもいいと思うよ、その、消費税を減税するっていう政党ならね、どの政党でもいいと思うんだけども、当然野党っていうことになりますけども、はたまた無所属でもいいと思うんですけども、ああいう駅前にさ、俺はどこの、政党でもいいから、消費税減税してくれる政党にで政治参加したことあるんだけどさ、まあね、本当にね、駅前でチラシ配ったこともあるけどね、本当に冷たさを感じるっていうかね、消費税を減税したいっていうふうに動いとる人間たと、全然政治が興味がないっていう人間たね、本当にね、伝わってくるものっていうか、温度差が全然違うっていうかさ、まあそういう経験の話をね、今度はちゃんとしたいと思います。とりあえず動画はこれで。ありがとうございました。